皆さんこんにちは、新任生ラグビー林大成です。もうおなじみですね。ありがとうございます。おなじみの、和田さんに、はい、走りのセッションをしていただきます。ありがとうございます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。特別講師として、そうです、走りの学校の講師である戸川天寿君にも来てもらっています。今日は2人体制で林さんの足をさらに進化させていただければと思います。ありがとうございます。ありがとうございます。スタートの短い距離に関しては和田さんよりも早いです。はい。戸川君は現在も陸上選手で、陸上やってる方はもしかしたら見たことあるかもなんですが、幅跳びをメインで行ってて、はい、8メートル幅跳び跳べるんですね。8メートルってテニスコート横幅分ぐらいです。いや、そうシングルの方ですね。そう、シングルの方。ダブルスも10メートル。さすが。もっとテニス部。もっとテニスやったんで。あ、そうなんすか、はい、そうなんすか、はい、ちょっとですけど、2年、2年、2、3年。サブで100メートルやってるんですが、はい、100メートルも現在、すごい荒削りなんですが、10秒4で走るというところで、100メートルで代表を狙っていくと。なるほど。ところで。僕、和田さんから、今3回ですかね、はい、理解とオンラインで、はい、最高速度が GPS で33キロぐらいしか出なかったんですよ、はい、で今34キロから出だして1キロもう速くなってます。本当にもう全然フォームも変わってきているんですが、ただただまだまだこれは速い選手のポテンシャルのほんの一部しかまだ開花できてないので、今日はそこに至るまでのスタートダッシュ、スタートダッシュですね。今日は1時間ちょっとぐらいのセッションなんですかね、はい、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。でもさらにレベルアップする内容をお伝えしていきたい。ありがとうございます。僕10メーター、はい、マシンで測ったら 1.7 キルぐらい、はい、やっぱ早い。それ早いんですか。早い早い。10メートル行ってるのはめちゃくちゃ早 い。そうですね。で10メートルの速度は、はい、こう比較的ちょっと速い方なんですよ、はい、で20、30、40ってなると落ちてきたんですけど、はい、でも多分その30か40あたりの、はい、スピードの出し方とかは、はい、多分和田さんとのセッションで結構身につけてきて、はい、この10メートルに関しては多分あんまり変わってなくて、もともと力で走ってたんで、なるほど、伸びしろはこっちの方がもしかしたら今あるかもしれないですね。そうですね。やっぱ10メートルのタイムはすでにめちゃくちゃ速くて、そこが得意になったんですね。でそこの地面に長い時間で力をかけていくっていう走りは得意だったんですけど、それが10メートル以降も継続しちゃったんです。それがだいぶですね、次のギアの走りっていうのがもうかなり身についていて、今日はそこのギアの中でですね、30メートルの中でさらに足を最短で動かすことによって早く到達していくこと、そしてその体を速く動かすときにより短い時間で強い力を発揮するっていう能力はもっともっと伸びていくので、そのあたりをお伝えできればと思います。はい、ありがとうございます。戸川君のこの辺りの地面の音っていうのが林選手の音よりもよりクリアに強かったんですね。なおかつスタートラッシュの足の軌道が林選手よりもより地面を這うような軌道で、足を動かしてたんですね。今日はこの2つをお伝えしていきたいと思います。じゃあこれもスタートした瞬間から出力としてはもうマックス出してるんですか。もうマックスでしたね。あ、こけるぐらいの全力を出します。なるほど。ではまずですね、スタートダッシュの林さんの足ってまだこう巻いてるんですね。これを巻かないように走る練習です。僕たちは壁を使って足の軌道を覚えていただくんですが、今日はこの足の軌道を練習していただいた後に直後にすぐ 30m スプリントをすると、はい、これミックスさせることでより走りにつなげていくことをやっていきたいと思います。お願いします。いきます。はい、まずこれを行って、この感覚を覚えたまま向こうに行って同じように走ります。ありがとう。では林選手、お願いします。10回ですね。はい。大きく。そうです。OK です。すぐに行きましょう。そう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 。
ですけど、まだちょっと前に足をリーチしちゃってるんですね。あ、この着く場所がつく。もっと空中で入れ替えた方がいいです。多分このスタートになった時に、はい、最初のこの前に出す、はい、前に出すこと多分意識しすぎてるんですかね。そう。そうですね。強いて言うなら、ちょっと細かいって言うんですけど、1、2歩目は、こっち側前出したら、こっちを押さなくてもいいですよ。こっちも前出しちゃったら、左足を前出したら、すぐ今行くんですよ。あー。そこで押さないと絶対前出すんですよ。そうです、そうです。1歩目って限りなく低いんで、こっから押すって言っても全然勢いつかない。だから1歩目を押そうとするとこうやってついちゃうんですね。1歩目をここまでベースポジションに持ってきた瞬間に逃げちゃう。感じです。今のでも一番力入ってないですね。はい、まさにしっかりと短い時間で強い力が発揮できてました。次のポイントとしては、林さんはこう起き上がってくるのがちょっと早いです。特にこの 30m 走の後半をもっともっとご自身の体重を前にかけながら、そこで足を入れ替えていく。それを意識してみて、もう一回前傾で足を入れ替えてすぐに走ってみましょう。状態が起きすぎたんですよ。そうです、足の軌道に対して状態が起きちゃってるんです。OK です。もしかしたら林さんはああいう角度の方が走りやすいのかもしれません。今のもさっきとあまり変わってないんですよ、はい、決して動きづらそうな感じはなかったんで、はい、そういう感じの方が、あ、今の方がですよね。はい、いいのかもしれないですね。スタートラッシュの最初の足の軌道もだいぶ最短で低い位置を通っていたので、遠回りもしてなかったのですごく良かったです。最初の自分のスタートダッシュで走ってる時より今の方が楽に走れてる感じがありますね。じゃあ、林選手、まず両足で弾む動きを。両足弾む、連続ですか。連続で。あ、だいぶいい、だいぶ良くなってる。だいぶいいです、だいぶいいです、だいぶいい、だいぶいいです。走る中でできてるのか分かんないですけど、あ、これがまだ両足の感じと片足の感じがまだちょっと、そうですよね、ズレがあるかもしれないですね。とにかく両足で、はい、特に幅跳びで。おお。でも戸川君、確かにもちろん 8m ジャンパーなんでめちゃくちゃすごいです。すごいんですけど、林選手の両足のホッピング、これも素晴らしかったですし、しっかり腕でも反動がつけられてたんで、かなりやっぱりいい感じです。じゃあ今度はこれを片足でやっていくというところを今日のメインで行っていきます、はい、お願いします。お願いします。ですけど、はい、僕こういう区切ったトレーニングは、はい、結構わりかし早く習得できるんですよ、はい、
それがなかなか多分走につながってなかったっていうような、ね、なるほど。あの今日まずバウンディングをやろうと思ってたんですが、林選手すでにかなり本当にうまかったです。お世辞なしで、はい、お世辞なしで、あれトラックもうまいっていうふうに、ね、はい、つい声に漏れました。このバウンディングをしてからスプリントにつなげていく、ここを行っていけたらと思います。林大成さんの進化が著しいです。どうしようかな、今日やろうとしてたことが結構できている。今の教室でしたね、教室でしたねなんか一番最初ともう全然別人みたいになっちゃってるんで、できなかった方が分かりやすくレクチャーできたんですねできたね林さん、どこが課題ですか。林選手はフォームはいいんですけど、やっぱり林さんの強いこの地面に伝える股関節の力がまだまだこの足首の部分で逃げてしまっていますね。でこれは弾むということを定期的に行っていくことでどんどんその能力が高くなっていきます。なのでこれはテクニックというよりもトレーニング要素が多い部分ですね。感覚的に、はい、バウンディングからプリントに打った瞬間に、はい、一瞬なくなっちゃって、ああ、このスプリントの部分最後の方が良かった気がします。なんなんやろ。でもやっぱまだ精度がまだまだばらつきがあるってことだと思います。そうそう、はい、本日1時間ぐらいのセッションになりましたが、ありがとうございました。ありがとうございました。あのスタートダッシュも概念が違って、僕はもう押してプッシュでこう上げていくものと思ったんですけど、やっぱあの変えてから何よりこう楽に走れましたね。で途中あの入れ替えのやつやった後の 30m もだいぶ気持ちよかったんで、はい、そういうことなんだろうなとどうでした逆に。いや今日はまず一番最初にお会いさせていただいた時の走りとまず見違えるように走りだったんですね。最後があの最初の時点で、ああはいはいはい、はい、あれでもまあ全然変わってたんですよ、うん、でただ今日のスタートからもスタートと今日の一番最後っていうのもまた全然違う走りをされたんで、うん、やっぱ林選手のポテンシャルの高さ、そしてこれがもっともっとレベルアップされていくんだろうなと感じました。ありがとうございます。あのもうこの1時間ちょっとのセッションでこのセッションの中の最初と最後は全然多分違うんで、やっぱりこう定期的に一人でねスプリントってこうドリルとかできるもんですけど、で意識するポイントとか意識してやることができますけど、やっぱこういう実際にやってもらう機会って貴重だなと改めて感じました。まだまだ課題だらけなんで僕も反復して一人でやりますので、またよろしくお願いします。よろしくお願いします。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。